大阪楽遊パスで、大阪観光名所を巡っております。2日券を購入したので、引き続きこの日もですね、前日に巡ったスポットは、13日目動画をご参照ください。なんでこんな人おんの？まずは前日夜に激混み2時間待ちで行けなかった通天閣へ登ろうと思います。ホテルチェックアウトして、徒歩5分もかからない距離でしたしね、この映像は前日の夕方のものです。オープン20分前に行けば大丈夫やろというその考えもこの日は甘かった。3連休中日、数デーに50分待ちでした。もう仕方ないですね。朝からその行列並んで展望台を目指します。あっちゃこっちゃ関西らしいギャグ満載の通天閣です。上に上がるまではね、関西レトロな空間を演出されております。串カツ結局この滞在一回も食べんかったな。まあいつの時代のパチンコ屋演出やろこれ。ほとんどパチンコ私はやった経験ないんで、よくわかりません。こういうブリキのおもちゃとか見ると昭和30年代の演出なのかな。だけどあの筋肉マンはもちろん私は黄金ジャンプ世代なんでよく分かってます。ウォーズマン、ロビンマスクの指定コンビですね。そして悪魔将軍にバッファローマンの角ですね。金銀のマスク、このタッグトーナメント大好きやったな。この通天閣ロボットを変形するんかいな。そしてようやく通天閣展望台に上がってきました。目の前にアベノハルカスですね。あっちに人気取られてこっちは廃れてるかなって思ったんですけど、結構観光客の皆さんこっちは登ってきてますね。そんなに高さはないんですけどね、こっちは。あそこにね、さっきまで泊まってたホテルも見えております。まあ、あの展望台としては、まあ、関西人やのに初めて登ったけどつまらんかなって思います。他ではこの高さやったら無料で見ることができるビルたくさんありますしね。アベノハルカスはね、さすがにこの楽遊パスのチケットでは対象施設ではなかったですね。今回のこの楽遊パスでは、梅田の空中庭園がいい眺めだと思っているんで、後ほど行く予定です。ここ通天閣内もやっぱりうまい帽子ですね。うまい棒だけど、皆さん何の味が好きでしょうか。私は無難に明太子とチーズです。業務スーパーの30本ぐらい入っているような大袋タンマーに買ってます。そして大阪のお菓子といえば江崎グリコ、工場見学もね、
小学校からの行事で行ったことありましたね。館内やはり展望だけでは春カスに勝ち目ないと思ってか、展示は非常に充実してたと思います。最後のこの演出はね、って思ったけど、ここ神ありとちゃうよ。で、想像以上にね、時間かかって午前中費やしてしまいました。私も相方も昨日夜にねラーメン食って以来何も食べてないんで、難波でいただこうかと移動します。ただね、他のねところのスポットもあるのに時間が必要なので、あまりランチに時間はかけれません。なので、では大阪の立ち食いそばの実力を相方に試していただきましょう。大阪でもねかなり口コミ高評価の店、天正です。立ち食いそばフリークの私なんで、もちろんここでも食べたことあります。人気店なのでやっぱり行列できてましたね。お値段はこんな感じです。かけそばうどんで240円と安さは保ってますね。店内はぐるりカウンターの席はスツールあってね、座ることができます。相方は天ぷらそば、そして2人でシェアするのに火薬ご飯です。この火薬ご飯がやっぱりここすっごく美味しかった。天ぷらはねご覧の既製品です。東京のような揚げたてかき揚げが乗るなんてことはありません。これが完成。そして私はかきそばですね。まあずっと関西で食ってきたこのそばのね、東京で初めてね富士そば食べた時びっくりしましたよ。立ち食いそばチェーンレベルでこんなレベル高いんかってね。まあこういうメニュー食ってきたからな。ただし出汁は関西が秀逸です。この店は大阪でも最高峰レベルだと思います。で、相方もねこのそばの麺食べてなんだこれって感想でしたね。天ぷらも東京立ち食いそばの一度相方に食べさせてやりたいですね。10分チャージ完了です。次から次へ行きますよ。続いて城付け相方には初めての大阪城、その周囲を回る御座線も無料で乗れます。しかし12時半に行ったのに次の船乗れる案内は16時でした。そんなに待てるわけありません。もうこのチケットでは中の見学はできないんで、こうして外目から大阪城を眺めるだけでもそんな立派な天守閣でもないってのが、全国100以上天守閣眺めてきた私の感想ではあります。この日もね地下鉄バスの1日券買ってます。地下鉄乗り継いでやってきたのは天保山です。海遊館なんてのもねこの楽遊チケットでは入場できません。 USJ 向かうねこのシャトルボートが乗れたんですよ。14時の便ギリギリ。皆さんすいません、またしてすいません。皆さんまたしてすいません。でその前を航行しているサンタマリア号みたいなのにも、このチケットで乗ります。ただ相方の目的がね USJ 方面へ行くことなんで、こっちの船に乗ってます。この船もね
乗って楽しいかって言えば楽しくありません。あくまで渡し船扱いです。しかし結構ね、大阪城を向かうのにもね、かなり地下鉄ビジネスパークの駅から歩きました。なかなかの足の疲労感になってきております。さらにこの船着き場から USJ までも結構歩きました。もうあそこ見えてる。はい、4日ぶりの USJ ってことですけど、中には入りません。園外でのお土産物購入が目的です。前回アトラクションで全制覇で乗るために満足土産物を探しできへんかったってことで、ここに再度来ました。けどね、なんでこんなポップコーン買うね。こんな園内で食うから価値あるわけで、もう園外でねこんなん買ってね食べてもね美味しくないと思うんだけど、キャラメルポップコーンなんてその辺のスーパー行けばもっと安く手に入るもんやんか。で1時間おきにね往復しているあのシャトルボートなんで、15時の、帰りのシャトルボートに乗ります。本当にもう目まぐるしく忙しいし足痛い。この日ねもう行列でまともに動けてないんで歯がゆい状態です。そして暑くて冷房の入った1階席で休みます。もう11月初めやのにね25度軽く超えてて27度です。この暑さも体力を奪います。で先日してたね梅田の空中庭園ですね、中野美術館も相方行きたがってたんですけど、このその空中庭園のね、方面へ行くのに工事で一切道がないんですよ。 Google はここ横切れって案内してるけど、もう他ルート探したけどかなりの回り道、もう足限界なので諦めました。歩けません。もうご飯食べてね、この日の宿にチェックインしようってことになりました。もう体力がもうここで限界終わりです。梅田に行ってたってこともあってね、相方がまた食べたがってた回転寿司栄を再訪しました。しかしサーモン薄らばっかり8皿も食べてましたよ。どんだけ好きやねん。この日はね3連休中日あったんで、どこのホテルも貧乏人には泊まれない価格高騰でした。なので今回一人で泊まった西成戸野外の宿の、お隣姉妹館、ホテルジパングでもう宿泊です。ジャランで予約して、ジャランシルバー会員1500円クーポン使って一室3800円での宿泊、2人でこの3畳の部屋での雑魚寝ですけどね、もちろんバス、トイレ共同です。ただもう他のホテルなんで全く泊められないような値段でしたから、もうここ泊まるしかなかったんですよ。ただねここのホントグループはこういうドヤでも綺麗ではあるんですよ。また詳しいレビューは後日いつか、動画作成いたします。とにかく疲労度がもうすっごくひどい。ここ5日間くらいの大阪行動、USJ1 日遊んだツケが出てもうかなりつらいです。でこのツケがね後々大変なことに。また次回の動画に続けますね。